明日6月10日は時の記念日です。これを前に時間について見つめ直すきっかけを作ろうと、銀座のシンボルである和光の時計を休ませる取り組みが行われています。セイコーホールディングスが全国1200人を対象に調査したところ、日本人は時間に追われ、休みの時でさえ、心理的に急かされストレスを抱えているといいます。 そこで、明日6月10日の時の記念日を前に、今日と明日、改めて時間について考えてもらいたいと、銀座のシンボルである和光の時計を休ませることにしました。和光の時計がお休みとなるのは、10年前の耐震工事の時以来2回目です。もうちょっとのんびりしてもいいんじゃないとか。 あるいは、えっと、時間に対する考え方を見直しましょうということで、時を休もうというメッセージを和光の時計塔に掲げることにしました。時間に関す、時間を。どう捉えるかっていうのを見直す機会として、あの、見ていただければ、ありがたいなと思います。時計は明日も時を休もうという垂れ幕で覆われるということです。